はい、どうも皆さん、こんにちは。渡辺です。今日はですね、40代の方向けのヘアアレンジをご紹介します。緩ませすぎないでこなれ感に見える一つ結びのご紹介です。この一つ結びってね、例えば皆さんだったら、こう、遅れ毛を下ろしちゃったりとかして、でもこの遅れ毛がちょっとパサついてたりとか、うねったりとかして、ルーズに見せたいけど、何かこう、バランスが悪かったりとか、変になったりとかしませんか？それを今回は、タイトに少し見せながらでも、緩ませすぎず、こなれ感に見えるアレンジになります。ポイントは3つあって、まず1つ目は、トップの高さ。で、耳周りのルーズさ。あと毛先のまとまり感です。この3つをしっかりとやればこなれ感のある一つ結びができます。それでは早速動画でやっていきます。まずヘアバームをつけていきます。しっかりと手になじませてから表面だったりこの顔周りの部分、襟足の部分ですね、こういった部分をしっかりとつけていきます。で、細かい毛だったりとか毛羽立ちがなくなるぐらいまでつけていくとベストかと思います。じゃあ次にブラシで溶かしていきます。全体的にしっかりと溶かしてバームが行き渡るようにしていってください。で、後ろでまとめていくんですけど、その時に少しだけね、耳にかかるように下目の位置で髪の毛をまとめます。で、大体ね、耳よりも下の位置ぐらい若干まとめて、次に手をちょっとね、こう熊手みたいな感じで、まずこのトップの表面の部分を出していきます。いわゆるわしづかみみたいな感じですね。で、高さを出していきます。で、最後ね、このゴムの近く付近も同じように少しだけ出しますってなると、少しね、この丸みがトップから出てるような状態、このような形になるように出してください。次に耳にかかってるんですけど、この辺の部分もね、少したるみがあるといいかと思いますので、少しだけ下に引くような感じ、あんまりね、こう横に引き出すのではなくて、下に引き出すように少しだけボリュームを出してあげます。そうするとよりルーズ感で綺麗にまとまります。で、ゴムで結んでいきます。次にゴム状のね、ヘアアクセをつけていきます。まずね、このカポってするやつをゴムでここ隠して結んでいきます。最後にね、バームだったりとかで毛先をちょっとまとめていきます。ここがね、ちょっとパサついてるとあまりね、綺麗に見えないので、ちょっと束感を出していきます。トップから高さが出て、少しこんな感じでひし形のシルエットになってて、毛先がまとまっていればこんな感じで完成です。はい、こんな感じでやってみました。遅れ毛を下ろさないでやるってなると、やっぱりこの辺の隙間が結構気になる方も多いと思うので、そういう方はね、ちょっとね、前髪の幅を増やすように切ってあげるとバランスが良くなります。なので、そのあたりは美容師さんに相談してみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。